として。どうでしたか？もうちょっと振り切ればよかったなみたいな、私の中での反省点なんですけど。よしみまるです。伝わってました？あれわざとキョロキョロしてたんですけど、伝わってました？わざとこうやってなんかそういうらしいので、ちょっとママにレクチャーしてもらったんですけど、薬師丸ひろ子さんが歌う時にこうやってするって言ってたからしたんですけど、伝わってましたかね？伝わってた？ハートありがとうございます。花火ありがとうございます。あ、よしみロマンスドームありがとうございました。そうそう、よしみロマンスドーム本当に快感似てた？結構練習したんだけど、キョロキョロするなと思ってた。わざとなんですよ。それが伝わってたかなっていうのが不安だったんだよね。そう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 、カクカクするのが癖だよって言われたからしたんですけどね。銃が見られてきすぎた。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。金テープありがとうございます。だるまありがとうございます。タイムシフトでぜひ見てください。ハートありがとうございます。尊いありがとうございます。伝わってた？雪だるまありがとうございます。歌が上手すぎて、そうエンディング入れて嬉しかった。そうそうエンディング。ハートありがとうございます。あ、ナンバー6へ応募した。そうなんです、皆さん、なんとびっくり、1月5日のナンバーライティー公演に出演することになりました。イエイ、ブラボーありがとうございます。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。お疲れありがとうございます。ぜひ待ってます。今日も合間合間に練習し頑張りました。ナンバラ、そうぜひお待ちしてます。パチパチありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、初まったぎがまさかのナンバラだったんですよ。でももうね、だいぶ前に覚えてたんですよ。出れるようにはなってたんですけど、タイミング合わなくて3ヶ月越しにようやく出れるって感じですね、うん、なので楽しみが。そうなんですよ、私の出演メンバーが発表された時にはモバイル枠も映像枠も終わってたんですよね。ちょっとあれなんですけど、でも一般枠はまだ応募できるので、明日までです。明日までぜひ待ってます。初またぎぜひ見届けに来てください。そう、れいこさんと卒業までに一緒に公演出れることもすごく嬉しい、本当にね。ハートと バラありがとうございます。そう、公演始めは私はその日のナンバラエティです。ぜひ来てください。花火ありがとうございます。金手ありがとうございます。花火ありがとうございます。ありがとうございます。おみくじ引く前に当落わかるんじゃないきっと。花火ありがとうございます。あ、そうなの？一般は薄いの？そうなんだ。そう、なんかさ、よくわからなくて、一般も申し込みやってるよと思ったんですけど、皆さんモバイル枠が良かったってことが多くて、何が違うのかな、席がってことかな。まあ、ぜひ来てください。ハートありがとうございます。お疲れありがとうございます。だるま、金テープありがとうございます。よしみロマンスドーム見てくださってありがとうございました。レインボースターありがとうございます。ネズリ見てた、あら。そうなの、レインボースターありがとうございます。ね、モバ枠終わってた。あ、一般当たらない、なるほど、へえ、そうなんだ。え、でも出演メンバー出るの遅かったよね、モバイル枠終わってたよね。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。
あ、1回だけ。そうなんだ。へえ、なるほど。だから皆さんモバイルワークがいいっていう言うらっしゃるんですね。ハートありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。金テープありがとうございます。歌うまかった、ありがとうございます。ありがとうございます。バラありがとうございます。花火ありがとうございます。まあぜひお待ちしてます。そうなんだ、そんなに少ないのね。ね、出てくるのがちょっと遅めだったよね。でもぜひ待ってますね。初まとぎだけどね、初めて正規メンバーの方と一緒に公演に出ます。先輩と一緒に公演に出ます。楽しみ、もうワクワクが止まらないって感じですね。ね、初めてだからたくさん皆さんに来てほしかったけどね、ちょっと出るのが遅かったからあれだけど、皆さんがいっぱい当たることを祈ってます。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。ドキドキ、ドキドキよりも楽しみかな。ね、初めてだからたくさん来てほしかったけど仕方ないね。これは出るの遅かったかな。金テープありがとうございます。 DMM でありがとうございます。ハートありがとうございます。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、仕事始めなんや、頑張れ。ハートありがとうございます。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。花火ありがとうございます。銀テープありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、ナンバラエティー、私でもあれかも、全然踊るとかよりも MC の方が緊張するかも。全然そっちの方が緊張する。緊張してないけどね、全然。ハートありがとうございます。花火ありがとうございます。ぜひ待ってます。まあ一般枠ぜひのダメ元でもぜひ待ってます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。金テープありがとうございます。首が前に出ていた。そう、プレゼンツコーナーも楽しみだけど、 MC とプレゼンツコーナーの方が全然緊張するかも。踊るより、踊るのは全然緊張今はしてないけど。そう、挨拶の台も、そうそうそう、急に言われるとさ、いつもは9期の MC って事前に考えてるし、事前にお題も前日までにはなんか共有することになってるんだけど、先輩とってなるとさ、急に言われて急に返せるかなって、そっちの方が心配。ハートありがとうございます。ね、2回目ゴリラのイメージある。あるある。あ、そう、新人賞のトロフィーもらいました。ありがとうございます。そう、新人賞のトロフィー、ちょっと今ないんだけど、ダンスさん家には持って帰っちゃったから今ないんだけど、今日もらいました。ありがとうございます。トロフィー嬉しいです。
ありがとうございます。また見せますね。なんと名前入りなんですよ。びっくり。嬉しいよね、名前入り。嬉しいです。ネイルビーフォーティーと研究生を締め合わないって名前入りなんです。ありがとうございます。あとショールーム T シャツももらいました。あとなんかのイベントのフルーツのカタログギフトとご飯のカタログギフト、そのランチっていうかディナーっていうかのご飯のカタログギフトも届きました。ありがとうございます。まとめてたくさん届きました。ありがとうございます。本当にトロフィー名前より嬉しい。そうそう、トロフィーこれぐらいの大きいやつ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。もうバタバタしすぎてさ、あっという間にもう大晦日ということが信じられませんが、絶対に明日までに掃除をやりたいそう、世代交代前夜公演第2章の第1回は8日なのでね、ぜひ第2章歴史の目撃者となれってやつですね、ぜひお待ちしてます。そちらも金テープありがとうございます。ハート雪だるまありがとうございます。よちよちよち、トロフィーお披露目配信します。明日、明日でもさ、あのあれなんですよ、言ってた忘年会配信的なやつをやりたいなと思ってます。ただちょっとカラオケの申請し忘れちゃったからカラオケ歌えないんですよね。そう、ルームスで忘年会して、ショールームはおせち作り配信を夜したいと思います。はい、夜します。そう、ショールームでおせち作りして、ルームスで1年振り返ろうの配信したいと思います。1月から振り返っていきましょう、今年を。いや本当にこの1年で、1年とは思えないほどいろんな出来事があったのでね、長くなりそうどっちも1時間ずつかな、わかんないけど、また時間はお知らせします。だけど夜します。夜、雪だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。掃除忘れてたあー、8日間お仕事、そうなんや、あら頑張れ。そう、第2章ぜひ見に来てください。これからは13人でこれ以上に勢いのある公演を頑張って作っていきますのでね、ぜひ待ってます。本当に濃い1年でした。夏の晴れいるかな。花火ありがとうございます。あ、9月からしか知らない1月からみんなで振り返りましょう。お酒まあ飲みたいだけ飲んでもらって、飲んでもらって、本当にお疲れ様です。本当に皆さん早いけど、まだやばいね、あっという間すぎて、本当に大晦日っていうのがで、飛躍の1年、この勢いで来年はもっと2倍に飛躍して、再来年は4倍に、その次は8倍に頑張りたいと思います。あ、ダンス覚えるのが早くなりました。あ、振りコピするってこと、客席で。なるほどね。ハートありがとうございます。ほんまや、年越しそば食べなあかんわ。ほんまや、年越しそば食べながらルームスしようかな。じゃあ忘年会、あのおせち作りはおせち作りでするから、カラオケの曲の選曲はママと相談しました、何がいいかなって。そうそう、少女 A とかも迷いました。あと、あとは盛り上がる系で、鈴木愛理さんの通学ベクトルも迷いましたが、結局セーラー服と期間で売りしました、持参のセーラー服。あ、そう、ぜひ一緒に年越しそば食べながらルームス見に来てください。ハリウッドスター
花火ありがとうございます。似合ってた、セラーク、嬉しい、ありがとうございます。機関銃も持参です。はい、持参しました。デコ銃デコ銃持参です。ナンバラ頑張って、ありがとうございます。楽しみ、ナンバラエティ本当に本当に楽しみ。花火ありがとうございます。カップラーメンそうね、どん兵衛とかじゃなくて、あ、どん兵衛もカップラーメンのうちなのかな。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。俵みたいなやつハートありがとうございます。あ、どん兵衛ね、年越しそば食べながら忘年会しましょう。8時か9時か7時かってところですね。泊まり勤務明日、そうなんや、頑張れ頑張れね、めっちゃ昔の歌、あの AKB グループ系以外の歌を歌える機会本当になかなかないから嬉しかったですね。いつか絶対に歌いたかったんですよ、皆さんの前で。緑のたぬき、あれ何か詳しく私知らないんだよね、緑やら赤やなんやこうやみたいな。開館の時は一回言ったけどさ、なんかマイクあんまり拾ってなかったから言い直したのはちょっと恥ずかしかったあの本家はもう吐息だけじゃないですか、吐息だけ開館開館って感じなんですけど、それじゃちょっとあのマイク拾わなかったからさ、でかいの声で言い直したのがちょっと恥ずかしかった。楽しかったです、ハートありがとうございます。お年玉どうだろう、いっぱいもらえるといいな。ハートありがとうございます。最強どん兵衛知らない、なんだろう、あ、わざと伸ばすやつかな。お疲れ、ありがとうございますありがとうございます。皆さんもお疲れ様でした、1年早いけど。あっという間にね、あっという間に大晦日、やばいですね。お疲れありがとうございます。申し込みした、ありがとうございます。いつかぜひ待ってます。一般枠もぜひ、キャンバチもぜひお待ちしてます。ハートありがとうございます。素材に偏ったどん兵衛、そうなんや、素材に偏った、偏ったじゃないな、縛った、あ、違う、くくった、違うハートありがとうございます。お年玉渡す人いないですさすがに豪華すぎる、そうなの。グップラガキどうでしたか、キューキのコーナー楽しかった、あれもわちゃわちゃ感が伝わったかな。帯がついてる噂どこからですか。花火ありがとうございます。ハート、こだわった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 、ありがとうございます。こだわったね、素材にこだわった、なるほど、オーガニックって感じ。金ってありがとうございます。最強どん兵衛、素材にこだわった、面白かった、グップラガキありがとうございます。私も楽しかった。ほんとだ、最強どん兵衛、このどん兵衛すべてが主役って書いてある、
主役って書いてある。キュウキらしい感じだったよね。ハグキュウイチハートありがとうございます。あ、今年レコタやってるのね。すっかりもう時の流れに追いついていけないぐらい、私の中の時よりもあの世間の時が早すぎて。ワカポンさんの歯好きなんですよね。ワカポンさんにはちょっと恥ずかしいけど恥ずかしいけど。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。ね、機材トラブルってファ、スタッフさんは言ってました。ほんまが気使ってくれるとか分からへんけど多分ほんまに機材トラブルなんかなと思います。さすがにね。そう、ガミースマイルがコンプレックスなんですけどっていうのをメイクさんと話してたらそういう話になったんですよね。メイクさんとずっとその話してて、みかんひっくり返して、あれみかんさ本当にひっくり返していいか分かんなくて、ひっくり返したら面白いなと思ったけど片付け大変だなと思って皮だけにしときました。ハートありがとうございます。グップラバキはあのちょろっと調べました。なんだろうと思ってグップラガキって楽しかったね。確かにあの歯並びだったらあのちくわぶができるのあるのか。なるほどね。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。ぜひナンバラエティ公演待ってます。ママからメールで、あのレコタイ決まるみたいなミセスやって来ました。おめでとうございます。ミセスおめでとうございます。テトリス三姉妹、なんで私、なんで私が入ってない問題、なんでやろう。いや楽しそうだけどあれなんでやろう。金手ありがとうございます。料理コーナー出たかった。料理コーナー出たかったし、あのフルーツパーラーも出たかった出たかったけど今年はあんまり出るとこなかったけど出たかったですね。フルーツパーラーと料理コーナー、料理コーナー出たかった。でもカラオケができたから大満足です。カラオケ嬉しかった。歌えて来年も歌えたらいいな。あ、年越しそばありがとうございます。あ、なるほど、かぶり物だからってことか。確かに。ね、キャッチコピーみんなそんなに変えたいんやと思ってびっくりした。フルーツパーラー出たかった料理コーナーも出たかった。いや、カニはそんなにハートありがとうございます。でも吉見ロマンスドームスペシャル版でできてね、嬉しかったです。初めての生でしたけど緊張しました。初めての生で、いつも収録だから。でもレイコさんともいつまでできるかわからないので噛み締めました。ね、スペシャルコーナーで賑やかでしたでは男女読みしたいと思います。来てくださってありがとうございました。明日は夜配信します。ショールームは
ね、冠コーナー嬉しいよね、本当に嬉しい、本当にね、嬉しい。だから続けれたらいいんですけど、レイコさんどうなるか、続けれるようになっときます。シャンシャーン。弟子がいたのは私も知らなかった台本を見て、あ、弟子みたいなね、不思議な得体の知れない、いつの間にか出てきて正体を明かさず帰っていったお二人がありがとうございました。早起きして掃除、練習と掃除、明日は絶対早起きしたい。大晦日はなんか早起きしたい気分皆さんもゆっくり休んでください。ありがとうございました。配信はショールームは夜おせち作り配信と、ルームスはみんなで1年振り返り配信をしたいと思います。時間は決まり次第お知らせします。13位桂さん、ありがとうございます。12位まこさん、ありがとうございます。11位羊さん、ありがとうございます。10位ウーカメインの箱推しさん、ありがとうございます。9位ヒデさん、ありがとうございます。8位水族館さん、ありがとうございます。7位コインタンさん、ありがとうございます。6位トマトさん、ありがとうございます。5位アサガさん、ありがとうございます。4位キヨさん、ありがとうございます。そして3位はウラベさん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そして2位はコウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はタイコーさんでした。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、こたつみかん見てくださった皆さんも、ね、長い間見てくださってありがとうございました。明日もまた配信しますので、時間はツイッターとかでお知らせするので、ぜひチェックよろしくお願いします。え、書いといた？わー、ありがとうございます。アンケート大事、きっとファンの皆さんの意見たくさん見てると思うから、ありがとうございますアンケートによろしく。ありがとうございました。明日の配信も来てくださると嬉しいです。そしてナンバラエティ待ってます。一般枠とキャン待ちだけなんですけれども、ぜひナンバラエティ公演お待ちしてます。ではでは、終わりたいと思います。5日のナンバラエティと8日の世代交代、ぜひ待ってます。それでは次の配信も来てくれるかな。